フンスリュック山地は、ドイツラインラントプファルツ州を中心とした地域に広がる山地である。最高峰は、標高816メートルのエルベスコプフ。フンスリュック山地は、モーゼル川、ライン川、コブレンツのドイチェス、エック、ナーエ川に囲まれた範囲が相当する。ライン川を挟んで、タウヌス山地と接続する。比較的標高の低い山々が、 南西から北東に向けて1 0 0トルほどを連なり、幅は平均して25から3 0トルある。この地域は古くから農業や林業を通じて人の手が加えられてきたが、そうした土地は全体のごく一部に留まったため生物多様性が保たれている。裸脂植物と肥脂植物を合わせ850種以上が確認されている。渡り鳥の休息地ではないものの、 多数の鳥類が確認され、キツツキ類、猛禽類、スズメ類などが生息している。ごく稀に鍋ウが飛来することもある。地上の生物ではアカシカ、ノロ、イノシシ、ヨーロッパヤマネコ、オオヤマネコ、アカギツネ、アナグマ、マツテンなどが確認されている。フンスリュック産地で最もよく知られた動物はチチブコウモリである。ウコウモリの大群が半空港に飛来し、 空の瓶に悪影響を及ぼしている。湿気の多い場所では、マダラサラマンドラなどの両生類や、昆虫類が、それ以外の乾燥した草地では、足しと影、波ビなどの爬虫類が生息している。ありがとうございます。